毎度、徹子です。隣国の上半期の素材部品装備の対日輸入割合が 15% 程度となり、この10年で最低となりました。隣国は、日本への依存が減ったと越議は言っているのですが、勘違いしすぎなんですよね。中国への輸出割合が増え、日本からの輸入割合が減っただけで、日本の輸出金額は増えています。どうやら、小学生レベルの計算ができないみたいです。ニュースの詳細。上半期の素材、部品、装備製品の対日輸入割合は 15% 程度で、この10年で最低を記録したことが分かった。産業通商資源部の素材、部品、装備総合ポータルサイトによると、上半期の素材、部品、装備輸入額は1300億6700万ドルで、このうち、日本からの輸入額は、200億7200万ドルで 15.4% を記録した。これは、関連統計が集計され始めた2012年以降では、半期基準で最低値だ。素材、部品、装備の対日輸入依存度はこれまで減り続けていた。日本が2019年7月にフッ化水素とフッ化ポリイミド、フォトレジストの半導体革新品目3品目の対韓輸出規制措置を取ったのに続き、1ヶ月後には隣国を日本のホワイト国輸出手続き優遇国リストから除外してから下落傾向は続いていた。素材、部品、装備の対日依存度は2019年上半期の 16.9% から2020年下半期に 17.4% と小幅に上がったが、昨年上半期には 15.9% に下がり、同年下半期に 15.8%、今年上半期に 15.4% で下落が続いている。隣国政府は日本の輸出規制措置を契機に輸入多角化と素材、部品、装備の国産化に拍車をかけており、対日依存度はさらに低くなるものとみられるとのことです。あかん。隣国政府は対日依存度が減ったというのですが、実は全く減っていないんです。隣国が示しているのはあくまでも割合であって輸入額ではありません。素材部品装備を対日輸入額で見ていくと、2020年340億ドル、2021年393億ドル、2022年233億ドルとなっています。2022年は1月から7月の途中結果で233億ドルなので、このまま推移すると、通年で399億ドルに達すると見込まれています。あれだけ対日政策に力を入れて脱日本を主張していても、輸入額は着実に増えているんです。日本は隣国に対して2019年7月より輸出管理強化を行いました。いわゆるホワイト国除外です。半導体に必須の素材、フォトレジスト、フッ化水素、フッ化ポリミードは個別許可を申請するようにしました。これに隣国は猛反発してノージャパン運動が起こり、ムンジェイン前大統領は二度と日本には負けぬと言い切って、素材、部品、装備の国産化を進めるとしましたが、結果、中国への依存が増大しただけでした。依存度を、素材、部品、装備の輸入額を分母に、日本からの輸入額、中国からの輸入額をそれぞれ割った、2020から2022年の素材、部品、装備における日本、中国への依存度の推移を見てみると、日本への依存度は、2020年 17.2% あったのですが、2022年には途中経過ながら 15.3% となり、右肩下がりです。ちなみに、この 15.3% をとって、産業通商資源部は、対日依存度が過去最低レベルに落ちたと主張しています。逆に、中国への依存度は、2020年の 27.4% から 29.5% に上昇し、依存度3割に近づいています。隣国は日本への依存度が減ったわーいと歓喜しているのですが、中国への依存度を高めてどうするんでしょうか。ちなみに隣国は日本には依存しないというのですが、なぜかホワイト国への復帰を切望しています。ここでちょっと記事をご紹介しますね。日本の報道によると、隣国政府は日本政府に隣国を輸出管理優遇対象のホワイト国への復帰を求めたが、日本政府はこれに応じない姿勢を示したという。
21日付の日本メディアの報道によると、日本政府関係者の話として4日カンボジアで開かれた日韓外相会談で、パク・ジン隣国外交部長官がホワイト国復帰とともに日本が半導体材料3品目の輸出管理を厳格化したことについて解除を求めたという。日本メディアは林芳正外相が元徴用工問題とは別問題と拒否し、現金化に至れば深刻な状況を招くので避けなければならないと重ねて伝えたと報じた。日本は隣国大法院の強制徴用賠償判決に対する事実上の報復措置として2019年7月半導体ディスプレイの革新素材であるフッ化水素など3品目の隣国輸出を規制し、8月には隣国をホワイト国から除外したとのことです。4日に行われた韓日外相会談でパク・チン長官が強制徴用被害者問題解決と同時にホワイト国に復帰させろと厚かましい要求をしました。日本側は拒否したと日本メディアが報道したのですが、隣国外交部は事実でないと否定し、日本側の不当な輸出規制措置を速やかに撤回することを持続して促してきたと伝えています。日本に頭を下げることを隣国国民は徹底して嫌います。それを外相会談でやっていたと日本メディアにバラされたパク長官は必死になって対日強硬姿勢をアピールしたみたいですが、もはや手遅れなのかなって思います。これに先立ち、隣国の最大企業であるサムスン電子のイ・ジホン副会長が日本経団連会長団と相次いで会談し、両国企業間の交流活性化と素材、部品、装備の供給網安定に向けた協力を要請しています。イ副会長はソフトバンクの孫正義会長とも親密な関係らしいので、なんとかホワイト国に戻してもらえるようあの手この手で働きかけているみたいです。ホワイト国復帰に必死のパッチなんです。別にホワイト国じゃなくても社内規定を整え、経産省の検査を受けることで取得できる特別一般包括制度を利用すれば、隣国企業はこれまでと変わらない取引が可能です。ホワイト国にならないといけない理由があるんでしょうか。北に物品の横流しができずクレームが入っているので焦っているのでしょうか。隣国をホワイト国から除外した理由は、2019年日本から輸入した約4万キロの高純度フッ化水素が不良品であるとして返品を受けた際に120キロしか戻らず、残りがどこに行ったのかは不明なまま、大量破壊兵器に転用可能な素材だったこともあり、ずさんな管理体制が問題視されたからです。隣国の国民は大法院最高裁の強制徴用賠償判決に対する報復措置として、半導体ディスプレイの革新素材であるフッ化水素など3品目の輸出を規制し、ホワイト国から外したと思い込んでいるようですが、あくまでも隣国の管理がずさんでどこに流されているかわからないからです。このように安全保障上大きな問題があるため、日本だけでなく EU も隣国をホワイト国には指定していません。一方で隣国の生産技術研究員は、日本が輸出規制したポルタブルディスプレイのコア素材をなんとか国産化しようとしています。どの国であっても経済安全保障の観点から言えば、国内で生産する努力はすべきなんですが、現状では半導体の素材や精密機器、薬品の 60% を日本から調達せざるを得なくて、そのうちの大半は日本独自の技術です。いつかコア素材の国産化が成功するといいですね。こちらがお隣さんの反応です。よくやった、ノージャパンをしよう。ホワイト国復帰の提案だが、何がそんなに気に入らなかったんだろう。これはムンジェインの抗日戦争が成し遂げた成果だ。こうなれば日本は友好国ではなく敵国だ。やはり文政府の輸出規制に対する対応が適切だった。我が国の研究人たちは本当に立派だよ。日本ではあんな素材があるにもかかわらず、どうして完成品は作れないのですか。ノージャパンに限らず、ノーチャイナも重要だ。サムスンにはギャラクシーフォンで騙されたことがあるから、サムスン製品は使用していない。以上が国民の反応です。隣国国民はホワイト国除外について徴用工問題に対する対抗措置だと思い込んでるみたいだけれど、
実際は兵器転用ができる素材の輸出管理が荒んだからです。脱日本をしたければ勝手にすればいいのですが、中国依存を低下させるために輸出体制を見直さないと、結局自分たちの首を絞めることになってしまうんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。